僕とは違う世界に住んでいる不思議なやつだった。忘れてた頃に電話が鳴るだけど久しぶりの気がしないのはきっとそれはどっかで同じ匂いがするからだ。わがままでいじったりで金遣いが荒くてでもとっても素直で弱くて心のどっかで引っかかる。ここで会えるさ。例えるものがあるならばそれは猫じゃらしのように掴めそうになるとスルスル手の中から飛び出してゆく。約束の時間に平気で遅れてくるのに顔を見た途端許してしまうのはなぜだろう。いい加減でずる賢くて常識知らずででも寂しがり屋のあなたが記憶の片隅で笑ってる。ここで会えるさ。僕らまたここで会えるよ。